インターコスモスは、ワルシャワ条約機構の同盟国と協力して、行われたソビート連邦の宇宙探査計画である。ジャンルー・クレティエンがサリュートを訪れると、フランスやインド等のソ連に賛同的な国も利用できた。最も有名なインターコスモスのミッションは、1978年から1988年にソ連人以外の14人がソユーズで飛行したことである。 無人の人工衛星の打ち上げもこのプログラムの一環として行われた。友人ミッションのほとんどはサルート6号及びサルート7号で行われ、ミールで3回実施されて終了している。インターコスモス計画終了後は国際共同飛行へと移行した。東ドイツのきてネイバー朝鮮後、2021年4月11日へ閲覧。インターコスモス ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、コトバンク。2021年4月11日閲覧。スプスフライトミッションレポートソユーズ TM3。スプスフライトミッションレポートソユーズ TM5。ありがとうございます。